はい、それではですね、今回は、デス・ストランディングやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。いきましょう、コンティニュー。ということで、前回は、ウール基地からスタートしまして、クラフトマン、そして、エンジニアに落とし物を届け、最後ね、ミュールから取り返した情報を、レイク・ノット・シティに、戻して終わりと。で、なんか最後ちょっとピザと国道をね、最後作って終わったというような感じでございます。で、この、南配送中継所だっけ？なんかそこにね、行ってくれっていうので、今日はね、そこに向かうところからっていう形になります。ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジズ。はい、ということで、ピザ配達かなという形になりますね。よし、では、早速行きましょう。よし。誰もいないのか。場所確認。ですね。はい。K4、南配送センターでございます。それでは車に乗っていきます。どこかにね、こううまいこと国道が、国道に乗っていけばいいんで、あれか、戻ればいいのか。じゃあとりあえず、おっとっと、へいへいへい、怖いよ川。2回川にはまってますからね。あそこに国道がちょうどあるので、でも目的地は向こう側なんだよな。とりあえずじゃあ1回、充電したいんで、あれは充電できるのかな。ああ、なんか来たな。なんかやばいな、めんどくさいの来るな、これな。前回あそこにさ、自分で作ったよね、あの充電のところ。あ、ここは怖い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 、ここはそういえば、はまりそうで怖いんだけども、なんとかセーフ。あ、あるじゃんあるじゃん、国道。これこれ、ここにある、ここにある。 OK、 充電。オッケーオッケーオッケー、一旦充電ね、一旦充電。もうかましてやるか。よし、じゃ充電満タンになりまして、これ、国道はさ、どこに繋がってるの？行けんの、そのまま。あ、行けじゃん、行け。あ、結構いいとこまで繋がってるわ。あ、ここまで繋がったのね、今ね。オッケーオッケー。じゃあ、この国道に乗ってけば、オッケーですね。では、行きまーす。レッツゴー。国道上はバッテリーを、消費しませんって形になってますね。あ、すごい便利、国道。国道すごい便利だわ。いいね、いいね、いいね。あ、楽ー。これどっちなんだ？右車線なのか、それとは左車線なのか。
でもあれか、アメリカだから右か。こっちですね。はい。ああ、これはすごい便利なものを知ってしまった。は、クラフトマンのところね。だからね、ここでね、ここでクラフトマンエリアに入れるかどうかっていうことは。おかゆちおうおほい、危ない危ない。で、こっからはまだないのか、ルートが。これか。これが国道作りのやつね。アイテム持ってなくて、なんか。ここにアイテムを入れていけばいいんでしょ。サイズ入れる、金属入れる、セラミックもある。カイダル結晶も入れられる。OK、カイダル結晶は入った。あと金属とセラミックが、あとどれか結構あんな。金属が400と、セラミックも、280とか、ですかね。はい。ちょっとじゃあ、まあね、ボックス見ながら、やっていきましょう。オッケー。サム、ちょっといい？はい。配送センターなどの施設に保管された素材は装備品の作成に使える。引き出して建設に使うこともできるわ、はい、だけどあなたが使える素材の量は施設ごとに違うの。それぞれの配送端末で確認して。はい。で、目的地は あそこに金属落ちてんな。100。ここを渡んなきゃいけないか。ここになって、あ、水の中じゃなければ大丈夫ですか。よっよっよっ、オッケー、渡りきって、あ、ごめん。オッケー。あ、ここは怖いな。じゃあもっと南に下がっていくんか。あ、これがあれだな、前回僕が挟まったトラックか。とりあえずあれだね、岩がないところを渡っていきたいんで、ちょっと迂回しながらって感じかな。本当はね、多分国道を作っちゃえば、もう、一瞬で、ね、あそこまで行けるようになるとは思うんですけど、これでね、よしよし。いや、そっか、ここで遅くなる。まあ、ちょっと言うと、ちょっとずつみんなで作っていかなきゃいけないですね。おっとおっと、ありましたありましたね。あそこに見えてますね。センター。よいしょ。OK。で、あれが前回僕が引っかかった、車でございます。もう放置です。K4 を南配送するとレイクネットシティの南でございます。 OK、 到着。よいしょ、 OK。
もっとさ、この黄色い線から中に入っちゃ いけないよね。よし、これで OK でしょ。オッケー、納品。これか、自動配送ロボットの試作品を入れてくださいと。オッケー。あんたがそのポーターか。待っていたよ。自動配送ロボの起動を手伝うように言われている。荷物は大丈夫だろうな。確認させてもらうよ。よし、上出来だ。状態は文句なし。 OK、 無事クリアでございます。お、ムーバーに来ましたね。新年の配達人こと、ムーバー級の配達人になりました。自分を信じて荷物を運んでください。ブリッジリンクのグレードは10以上になりました。他のプレイヤーとストランド契約が結べるようになりました。自分の建物に強化協力依頼をつけられるようになりました。いいねを送る際の受付時間が5秒に延長されました。 OK、ムーバー級グレード2、スキルドムーバーにアップされた。あ、2ランク上がったってこと。信念を持って世界をつないでください。 OK、 よし、ランクが2つ一気に上がりました。通信が繋がっていないとな。さあ、早速だがやってくれ。 OK、 ここもカイラル通信が繋がります。繋がりましたね。真ん中半分超えたかな。 OK、 K4 南配送センターが加盟しました。正式物のレベル2が手に入ります。おお、広がったな。またこれでよし。これはあっちで準備しておくから、あんたは本部の連絡を待ってくれ。サム、ありがとう。おかげでいよいよ最終実験ができるわ。これは私が設計した。うまく動けばあなたたちの負担を減らせるはずよ。機械なら人間と違ってボイドアウトの危険もない。デスストランディングが起こる前の時代、シンギュラリティ、つまり AI が人間の知性を超え世界を変えてしまうことが危惧されたの。でもそれは起きなかった。機械はボイドアウトを起こさない。機械には死の概念もない。だからビーチもない。 AI がどれだけ進化したとしても死を理解することはできない。だから AI には人間を超えることはできないの。私が誘導するから、その配送端末で起動してみて、あとはこちらで動作をモニターする。さあ、自動配送っていうのができるんですね。自動配送ロボ。ごめん、途中で話し切ってごめんって。自動配送ロボはあなたが指示した配送依頼をあなたの代わりに遂行する。指名なし依頼の配送だけよ。はい、サム、依頼を選んでみて。自動配送では道の状態が悪いと荷物を損傷しやすいけど、道が整備されていけばあまり荷物を傷つけずに搬送できるようになっていくわ。なるほどね。それに配送時間も短縮されていく。すごいじゃん。自動配送を使うなら気をつけて。じゃあこれでエルダーに届けると。
みたいなやつ出てきた。すげえ。可愛かったね、意外と。これで無事に目的地に着いてくれたら実験は成功よ。今はまだこの1台しかないの。でもこの実験は成功すれば、なるほどね。じゃあ同時に何台かこうね、行けるようになるわけね。ああ、それで運用テストのためにあなたにも1台用意する。よかったら使ってみて。あ、ありがとう。ごめん、子供がぐずってるみたい。ありがとうサム、またね。はい、またね。サム、ありがとう。自動配送ロゴが稼働するようになれば、ノットシティや中継ステーションだけでなく、プレッパーズたちの生活にも貢献するはずだ。だいぶ疲れただろう。君はもちろんだが、BB も休ませて機能を回復させてくれ。はーい。今はまずプライベートルームで休憩するんだ。はーい。もう自動的にね。それでは一度休憩です。さ、久しぶりの、サムの夢ですね。手がふやけにふやけてましたが、これは夢です。現実ではない。おーっと、誰かシャワー浴びている。おっと、まさかの女性か。ダメだってサム、ちょっと覗きちゃ、覗きはダメだってサム。あ、フラジャイルかな。あ、フラジャイルがあれだ、さっきのなんかふやけた感じになってますね。ごめんなさい、びっくりさせたわね。来たらまだ寝てたから。シャワーを借りたわ。少し聞きたいことがある。プレッパーズたちが君の噂を。彼女はテロリストの仲間、信用するな。それともあいつもヒックスの被害者だ。あいつこそが英雄だかしら。教えてさ、アメリカ合衆国って何だったの。私の父の時代は世界をつなげる特別な意味を持つ存在だった。ただの国ではない、自由と希望の象徴。物を運んで人と人とをつなげていけば、あの時代がよみがえる。父はそう信じた。父が死んで途方に暮れた私にヒックスが近づいてきた。一緒に組んでこの世界の全域をカバーしよう。ヒックスはここより西を仕切っていた。私のエリアとプラスすれば拡大できる。最初のうちはうまくいってた。だけど1年前、テロリストの活動が激化しだして、私たちの配送システムを悪用。奴らは私たちのセキュリティパスを使って都市に入り込んだ。そして知らないうちに私たちは支援物資や薬の代わりに爆弾や銃を運んでた。配達もテロに利用されてたの。首謀者はヒックスだった。しまいには旧世代の核爆弾を入手してミドルノットシティを全滅させた。
それを運んだのか。そう、私よ。破壊の実行、私が気づいていれば防げたはずだった。だからサウスノットシティの破壊は何としても止めようとした。爆弾を都市の外に運び出そうと。でも X に阻まれた。あいつは私を捕らえ、心と体に消えない罰を。ドキューが私から今を生きる時間を奪ったの。だから私の噂はどれも本当で、全てが嘘でもある。私はブリッジズにもアメリカ再建にも興味はない。でも父が命を懸けた配送網をヒックスやテロ行為には利用させない。そのためにあなたに近づいた。どう、私を信じる。いつでも待機している。必要な時は呼んで。ということで、とりあえず、まあ、サウンドシャワー浴びようか。そうということで、フラジャイルがね、まあ、どうしてこうヒックスと手を組んだのか、そして、まあ、ヒックスと手を組んで何か起こったのかっていうのを、告白してくださいました。さあ、ということで、まあ、ヒックスのね、まあ、核爆弾を、まあ、フラジャイルが街に運んでいったというのが、真実らしいですね。さあ、それでは、まあ、シャワー浴びて早速、次の、依頼をこなしていきましょう。よし、じゃあ行きましょう。レッツゴー。そして BB のカメです。出た、お父さん。常に BB がお父さんに持ち出されてますね。外を移動してます。珍しい。あそこのね、部屋じゃなくなってますね。さあ、外の世界についに出たということですね。サム、あんたが繋いでくれたおかげで、久しぶり、デッドマン。アーカイブが復元されてきている。だが、BB の起源については今のところ記録を見つけられない。 BB28 の過去の履歴にもプロテクトがかかってる。少なくともそれが分かれば、あんたが見ているというフラッシュバックの謎が解けるかもしれない。努力してみるよ。あんたも頑張ってくれ。さあ、それで経過報告ですね。サム、配送端末で依頼を受けてくれ。おいー、の前にちょっとあそこの国道だけなんとかしていきたいの。ここまでね。聞いていたのか。手錠端末のログを見た。
カイラル通信がつながったおかげでミドルノットシティ周辺のアーカイブも復活してきた。彼女の言ってることは真実だ。ああ、彼女もヒークスの被害者だ。アーカイブを見なくても俺は彼女のことを信じる。では今後も彼女の協力を仰ぐとしよう。さ、完全にフラジャイルを味方としてね、協力しようという感じになりました。あなたにも1台用意したわ。よかったら自動配送も成功したみたいですね。よかったよかった。オッケー。じゃあそれやってみ、もう一つある。指名なし依頼に新システムを追加した。はい。これまでの君の実績は賞賛に値する。そこでプレミアム配送を受けられるようにした。プレミアム配送って、依頼を受けるときに自分自身で厳しい条件を設定する。それが達成されると評価を上げることができるシステム。あ、なるほどね。クロート向けシステムね。時間制限が課せられている配送があるとしよう。それに対してさらに短い時間を設定し、それをクリアできれば評価が上がるというわけだ。なるほど。自信があると思えたら挑戦してみてくれ。これはあれですね、あの意識高い人がやるタイプのやつですね。いや、自動配送ロボ行きまーす。エンジニア、エルダー、クラフトマン。まあクラフトマンでいいかな、とりあえず。いってらっしゃい。あれ、足は月光なんだけどね、あの頭の丸いところはどう見てもピースウォーカーなんだよね。懐かしい。で、あとは、あれだ、素材ね。あ、なんか武器作るんだっけ。あれか、ブーツか。ブーツならいいや。とりあえず、次1個持っていけばいいもんね。とりあえず、ブーツだけ作っとく。あれはなかったんだっけ。まさかここにはないのか、あのボックスの中のやつは。サム、シェアボックスでは他の配達人と荷物のやり取りができる。なんかないかな。ああ、金属ね。金属は持っていいよね。さっきのとこと届けてくる。まあ、ね、全然足んねえのか。あれか、あそこの大きいとこじゃないとまだないのか。その配送センター。これか、次の。じゃあ、どうしようか。次行くか。じゃあ。気象観測所へ高精度カイラル物質測定器を配送せよ。これにしましょう。最適化する。ちょっと不等で行った方がいいんだろうな。グレネードナンバー2。 OK でしょ。これでじゃあ行きましょう。これ多分徒歩なんだろうな、行くとしたら。じゃあ行きましょう。スキャンを開始します。行ってらっしゃい。で、また帰りもね、来るしさ。その辺にもあの金属結構転がってるかね、そこにもあるからさ。
こ国道を作れるんだよな。なるほどな。これ全国道を作ってたら終わんねえぞ金属いくらあっても終わんねえぞこれ。軽く背負っていくか。まあ金属重たいんだよな。目的地はさ、この川を渡んなきゃいけないのか。サム、はい、建設物の強化協力依頼ができるようになった。特に強化したい建設物を指定するといい。国道で国道でお願いします。あー、なるほど、ここも川は渡んなきゃいけないかどうかね。はい、12時でございますね。どこで川を渡ろうかな。意外と深めなんだろうな、そんな。とりあえずまずここの石のとこでまあ休むっていうのが一番ベストかなっていう感じだね。まずね、ここはそうでもないか。これで川を渡りました。いいぞ。めちゃめちゃ国道を通ってくれてます。あの丸いやつかな。あ、はい、雨ですね。よし。多分、あれじゃない。おそらく気象観測所。意外とこうね、カイナル結晶が大事っていうのがこうね、分かってきたっていうのが必要についに、ね、なってきてるんで、アザエル金属を超欲しいな。帰り取って帰ろう。よし、ちょっと雨足が強くなってきましたね。そこの上だろう。左から行くか右から行くかだよな。あ、でも右から行った方がいいのかな、これな。来ましたかね、ついにね。来ましたね、ついに。さあ、どこだ。こっち側あまりでもそこまで大きく反応はしていないか。まあそこにいますね。ボーラン、なんぼですかね。で、これで BT を捉えることができる。
らえちゃう。ボーラガンダメかな。グレードしよう、グレネード。グレードだ。これか、これ違うな。ダメージに当たることができるのは血液グレードか。
金属めっちゃくちゃ落ちてんな、ここのあたり。それはどう、気象観測通って。そうですね。OK、突破しました。よし、でアイテム壊れそうだっていうのは何個かありましたがなんとか大丈夫そう。また国道を通ってくれた、ありがとう。そこか、おい、もう人峠あったな、峠というかここは谷だったのか。そこもまた川を渡っていかないといけない感じですね。川の流れが強いかなぐらいのとこですからね。あ、意外と強かったぞ。渡れた。OK、川渡れた。最後ここじゃ登って、あそこの気象台に到着すれば OK ですかね。到着。さあ
ハウスノットシティ。オッケー、到着。荷物を納品します。やあ、サムブリッジス、待ちかねていましたよ。これでこの施設もみんなの役に立てる。中身を確認します。ああ、ありがたい。測定器は完璧な状態です。よかった。OK。高精度回路物質測定器を配送せよ。クリアでございます。S。特殊合金が使えるようになりました。OK。下がっていくブリッジリンクすごいブリッジリンク上がっていくザ・ムーバー級グレード3エキスパートムーバーにアップしました。強い信念に支えられた配送が評価されています。 OK。 ブリッジリンクのグレードが20以上になりました。他プレイヤーから同期量が 10% 増えました。ストランド契約可能数が増えました。自分の建物に強化依頼をつけられる数が増えられました。いいねを送る受付時間が6秒に延長されました。 OK。 あ、これさらに上がった。エリート級エリートムーバーにアップしました。あなたの信念は誰にも負けません。配送を続けてください。かしこまりましたで、ブリッジリンク30以上になったので、未知の動画一部同期されるようになったりとか、さっきのですね、協力依頼の数、ストランド契約数、送る時間が延長されました。でさらに上がってムーバー級グレード5マスタームーバーにアップしました。あなたの信念は全ての人に届くはずです。で、同期でアップとまた、もろもろが増えました。すっげー、一気に 3段階上がったぞこれであとはカイラル通信がつながれば観測が始められます。接続してください。はい、以上も、快楽通信がつながりました。 OK。 アレックス・ウェザーストーンの怒りデータ提供。建設装置レベル2、プローターレベル1。 OK。 建物建設、時湯シェルター。あー、なるほどね、時湯からね、守れるやつね。建設通用データ、セーフハウス。家作れんの、すげえな。地上端末、地図の機能が追加されました。天気予報。おほー、なるほどね。天気予報の機能ついたんだ。ここは DS 以前の気象観測所を回収した施設です。ご存知かもしれませんが。しかし、カエラル雲のせいで、遥か昔に気象衛星との通信は途切れ、時雨の予報も、カエラルノートの観測もろくにできませんでした。でもあなたのおかげです。観測所として機能するようになります。配送の役にも立ちます。あなたはここまで来てくれた。私たちも頑張ります。必ず。ではサム、気象観測所が機能するように復活させてくれたのね。ありがとう。カイラル通信はビーチを使う。だからカイラル通信でつながったエリアは理論上ビーチと近くなる。それはカイラルノードにも影響するの。その変化を観測するのもキューピッドの機能の一つ。カイラルノードの変化は時雨の発生にも関連しているから気象予測ができるの。カイラル通信は通信だけのシステムじゃない。あなたの手錠端末でも天気予報が見られるようにしておいた。手錠端末を開いて地図で確認してね。配送ルートを計画するとき、きっとあなたの助けになるはず。はい。私もここでカイラルノードの変動をモニターしてる。私のラボはサウスノットの近くよ。
そこもあと少しでつながる。配送端末で。もう少しじゃないですか。サム頑張って。じゃあもう少しでこいつに会えるんだな。一つ目のカイラル通信がつながった。その調子だ。他の依頼も頼む。ママが言った通り、君も天気予報が見られるようになったはずだ。試してみるがいい。手錠端末を確認し、今後の配送に活用してくれ。めっちゃ天気予報を押してくるじゃん。新しい依頼があります。超天気予報を押してくるね。じゃあ見るよ、早速。手錠端末の地図で天気予報が見られるようになった。配送ルートの参考にするんだ。青の部分は雨が降っている場所、矢印は風の方向と強さ、天気の時間帯変えることができると。ああ、ここが今時雨のとこね。時雨ゾーンってことね、この青いとこはね。10分後、30分後あんま変わんないな。建設装置に特急シェルターを追加したわ。特急の影響を受けずに休憩を取ることができるわよ。へえ。はい。よくやった、サム。これで建設装置のレベルが上がった。より高度な建設物が作れるようになったぞ。新しい建設物はママが説明する。サム。新しい建設装置ではセーフハウスが建てられるわ。大型の構造物だから建設には時間がかかるし、たくさんの素材が必要だけど、完成すればプライベートルームと同等の機能を使えるようになるわ。へえ。試してみて。すげえ大変そうだな。フローターは牽引式の荷物運搬用カートよ。カイラル結晶で浮力を得ているから、多少の凹凸があってもスムーズに移動できる。荷物を乗せて引っ張れば最小限の力で運ぶことができるはず。便利ね、これね。それから2台を連結させて同時に牽引することもできる。ただしフローターを使っている間はカイラル結晶を消費してしまう。カイラル結晶の残量には注意してね。それは大変だ。ちょっと一回リサイクルしよう。使用済み。あとはこんなもんか。行きますか。セーフハウスを建設しろ。これが何？特級農家の促成栽培用種子を届けてほしい。おお、特級農場、あんなとこまで行くんだ。すげえな。まずはセーフハウスから作ろう。あれが作れるやつね。これとあれ運ぶやつ、これを2個くらい作ってやりな。すごい上になってた。
そうだったら展開できないんだ。とりあえずじゃあこれで行くしかないね、一回ね。どんだけ乗るの？このフローターには。あ、意外と乗るぞこれ。あ、行く。そう、一回ね。一回これにする。やべえ、超軽くなった。で、ちょ、で、フローターをもう一個させる。で、フローターに床に落ちてんのをね、行きたいの。全部じゃあフローターにフローターを乗っけるっていうアホみたいな行動ができるんだこれ。あ、すごい。これでフローターに乗せる。オッケーじゃないこれで。あ、これで全部乗ったっしょ。わあ、すごい。すごい。超引き連れてる。建設予定地が近づいたら私が指示する。どこで建設予定地って。ルビのロックを解除します。どこ。ここね。でもちょっと下っていかないとダメ。綺麗なこの絵。これやってる間ずっとカイダル結晶を消費してるんですよ。あ、じゃあ途中でこうやってカイダル結晶をちょっと取りに行きつつって感じだね。あ、す
ごい超便利これ。あ、このぐらいいける。あ、いけるいけるいける。よし、指定範囲に着いたな。セーフハウスの建設を始めよう。はい。サム、聞こえる？はい。建設装置を装備してセーフハウスを選んでくれる？レッツ。オッケー。ポスト、いつも通りポストを立てる。間違えたな、ケンスだった、うん、ね、一回閉じて作るもの間違えましたね。レムかなかったっけ、レベツ。レベツこっちにやったんだっけ。レベル2のこれか。で、これで、これポストだよね、ポストだから、これで橋、セーフハウス、これ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 だよ、これこれ。で切り替えていなかったですね。まずは土台からですね。よく働いてくれ。サム、次はセーフハウスに素材を収める必要があるわ。はい。国道と一緒ですね、いつも通り。カイアル結晶が必要。特殊合金ね。素材入れると入ってなかった。これで OK ね。はいはい。完成です。
建設したセーフハウスは皆で共有する施設となる。あ、そうなんだね。君の後に続く誰か配達人たちにとって重要な中継拠点となるだろう。これで気象観測所へ他の配達人が物を届けるときに今までよりも楽になるはずだ。よかったら君も休んで使い心地を試してみてくれ。はーい。じゃあ今日はここで終わりにいたしましょうかね。落とし物の届けで届けしてプライベートルーム入って終わりにいたしましょう。まあ、時間もねちょうどいいからですかね。いやお疲れ様でした。いや確かに便利だね。中間地点とかに作っておくといいですね。さあではここまでご視聴ありがとうございました。あ本当も中身は一緒なんですね。他の配送拠点とかと一緒でね、そのまま普通に使えるという感じですね。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。よければまた次回、も見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。